オリンピック航空830便墜落事故は1976年11月23日に発生した航空事故である。エリニコン国際空港発コザニナショナル空港行きだったオリンピック航空830便がギリシャのセルビア近くの山に衝突し墜落。乗員乗客50人全員が死亡した。この事故は当時ギリシャで2番目に死者数の多い事故となった。 事故機の YS-11A-500 は製造番号2156として製造され、1971年4月12日に初飛行を行っていた。4月28日にオリンピック航空に納入された。830便はエリニコン国際空港からコザニナショナル空港へ向かう、途中にラリサナショナル空港を経由する予定だった。しかし、 ダリサ空港付近の天候が悪化していたため、パイロットは高度5500フィートのまま、コザニ空港へ直行することに決めた。事故機の最後の更新は9時45分に行われ、コザニの南15階に地点を高位318度で飛行中との報告だった。10時19分、管制官は830便から応答がなかったため、緊急事態を宣言した。 その後、830便がセルビア近くにある雲に覆われた。標高4265フィートの山に墜落したことが確認された。事故原因として降下するタイミングが早かったことが挙げられた。墜落時、830便は方位310度に向けて飛行していた。最初に山と接触した後、機体は再び浮揚したものの200メートルにわたり、 破片を散乱させながら、丘に激突した。墜落の衝撃で出火し、機体は全焼した。事故当時、標高3000フィート以上の山々木雲で覆われていた。ありがとうございます。